皆さんはスポーツ競技の世界から将来的に審判員がいなくなると思いますか現在のスポーツの世界では中立的な立場で競技に関わる審判員の存在が不可欠ですしかし審判員も人間である以上100%正しい判定を下せるとは限りません誤審という現象も確認されるようになったことも事実です 誤診を防ぎ審判をサポートする目的で判定補助システムが導入される競技もあります陸上競技や水泳では50年以上も前から写真判定システムを活用し順位を決めていました最近ではサッカーボールの中央に IC チップを挿入しボールがゴールラインを越えたかどうかを機械的に判定を行うことも可能になりましたさらに 野球やテニス、バレーボールなど多くの競技ではビデオ判定を導入するケースが増え日本国内のトップリーグにおいてもより正確な判定を求める風潮が強くなってきていますそのような風潮を受けて現在どんどん機械に頼る傾向は増えいつの時代か審判員という人間すら必要としない完全ハイテク判定時代が訪れるかもしれませんしかしながら 従来の審判員の役割全てをコンピューターに委ねることは現状では難しいと考えます例えばバスケットボールの試合で体と体が接触した時に接触があったかどうかだけではファールという判定にはならないケースが数多くありそれをコンピューターに置き換えることは難しいと考えられています人間である審判が主観的な視点で判定を下した方が 試合をより円滑に進めることができる場合が少なくありません。そう考えると、現在のスポーツでは、コンピューターは生身の審判員への適切なサポートを行うレベルとして議論がなされています。つまり、人間である審判が担うべき観点と、機械が行うべき判定の適用範囲を明確にする必要があるのです。この研究では、 判定に関する主観と客観という観点でハイテク判定導入の適用範囲を探っていますスポーツの発展のためにはそれぞれのスポーツ競技の基本理念や本質を十分に検討を行い制度の運用を決定することが重要なのです